はいどうもワロタです。今回はなんですけど、ファンパレチケットの集め方、2024年9月バージョンということで、紹介していこうと思います。それじゃあ行きましょう。チャンネル登録と高評価お願いします。はいじゃあまずは、ファンパレチケットの枚数を見ていきましょう。75枚ですね。自分はまだ工場落ちしないと思って、回しちゃいました。ちなみに、視聴者さんにアンケートを取ったところ、こんな感じでした。2726票、ありがとうございます。10枚以下の人が、半分を占めてますね。Twitter とか見ると、900枚持ってる人がいたりして、貯めてる人はやばいです。工場落ちの、全キャラ斬死、解説動画もあるので、そちらも見てくれたら嬉しいです。工場落ちは9月20日ですね。それじゃあ、ファンパレチケット入手方法一つ目、領域調査ですね。毎月10枚、交換することができます。普通にうまいです。SSR キャラ確定チケットや、SSR 確定チケットもあるので、工場落ちまでにゲットしておいてもいいのかなと思います。確定チケット早く追加されないかな。それじゃあ二つ目、階層の証交換書ですね。これが一気に入手できて、嬉しいんですよね。階層の証がたくさんあればですけど。はい、自分は48枚交換できますね。一応取っておきます。そして、この階層の証の入手方法は、イベントでゲットできるんですけど、他にも、残死が貫突した時、交換することができます。SSR 残死の場合、100個もらえますね。ガチャ5回分です。それじゃあ3つ目の入手方法、イベントですね。今来ているマキさんのイベントで、入手することができます。討伐書交換ですね。このイベントの強敵バトルを周回したらゲットできます。ファンパレチケットは、合計11枚ゲットできますね。これも普通にうまい。さっき言った、階層の証もゲットできます。そしてイベントマラソン、これは、イベントでポイントを貯めると、怪獣戦400個、SSR 確定チケット、限定称号がゲットできます。これも忘れずにゲットしておきましょう。はい、そして、怪獣ショップからもゲットできます。スタートダッシュ B と C ですね。これ見て思ったんだけど、一番右のやつ、怪獣5000個と突素材って、これうまくね、これでいいじゃん。はい、そしてあと2つ、ファンパレパスですね。パス買ってなくても、レベル20に行くと、チケット1枚ゲットできます。はい最後、ファンパレガチャですね。天井まで回すと、SSR キャラ確定チケットがもらえます。はいそんな感じでした。ほぼ皆さん知っていると思います。工場落ちまでに、30枚くらいチケット貯まるかなと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた。